髪の長いやつ。怒られてるな。すごい髪の毛超長い人はたまに会うよっていうの。うん。朝早めに行ってんだよ。早めに行ってだから戻ってきた時に会ってるのかもしれない、うん。そう。多分ね、時間的に半頃だから、もう下にいるのは、7時半ぐらいにもう戻ってきて、あそこで会う。そうそう、だから6時ぐらいに出てるんだから、おばあちゃんがまだ寝てるぐらいで。昨日、そう、昨日飛んで私仕事中にあの長野幼稚園の前の横断歩道を、そういうものが見えてるの。